奴は誰だ。ウルトラストリートファイター4最強プロゲーマー決定戦 in レグザ。ウルトラ強い奴らでウルトラストリートファイター4戦ってみたへん。皆さんお待たせしました。ついにやってまいりました今回のビッグイベント。なんと今回この大会のために日本を代表する6名のプロゲーマーの方にお越しいただきました。はい、すごいメンバーが集まっていただいたということで、本当に、はい、あと大会名も気になりましたね。インデグだったんです。インデグ何なの、何なのかっていうのはこの後ね説明していきたいと思うんですが、今回はですね、まあ、バトルルールということでチームバトルとなっております、はい、ということで説明の方していきたいと思うんですが、まずは5ポイント先制のチームバトル。同じプレイヤーが連続でプレイはできません。前の試合で勝ったチームは次の試合に出る選手を決めなければならない。3ポイント差がついてしまった場合、リードしているチームは次の試合先に選手を決めた上で、くじで新キャラの中からランダムで選ばれたキャラを使用しなければならないという4点が入っております。そしてなんと優勝者チームには豪華景品を用意しております、うん、今回のイベントで用意した液晶テレビレグザ 42Z8 を東芝さんからご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、リアルにリアル欲しいやつですね。ライフで欲しいやつですから、はい、選手たちも相当気合入ってます、はい、ということでですね、はい、今回梅原チーム、サポチームに分かれたということで、これから選手たちに意気込みを聞いていきたいと思います、はい、それでは梅原チームのチームリーダー梅原さんです。それではですね、意気込みの方を聞かせてください。アーケードでやり込む有利を生かしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。続いて和の子選手です。今回の意気込みをよろしくお願いします。そうですね、勝ったらテレビもらえるってことなんで、はい、全力で頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは板橋残留選手。そうですね、最近フォークを触ってるんです、はい、だからウルトラなフォークを使えたかなと。なるほど、思うんですけど、なんかちょっとまもがしい緊張感みたいな、ちょっとね、商品にちょっと釣られちゃってんじゃないかな、ね、まあそれにこう、まあ、それを踏まえて楽しめたらなと思います。はい、よろしくお願いします。それではサコチーム代表のサコ選手です。よろしくお願いします。そうですね、今回は、孫とボンちゃんと今までチーム組んだことなかったチームで、はい、対戦するので、ぜひ楽しんでやりたいと思います。はい、よろしくお願いします。続いて孫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日サコさんのところに、はい、お子さんが生まれたみたいなので、はい、液晶テレビを、はい、勝つことで、はい、出産を見たいかなと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。続いてボンちゃん選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、佐古さんの出産祝いにテレビという話なので、まあ、今回先ほど佐古さんもおっしゃられたんですけど、チームを初めて、まあ、今日は僕の力を佐古さんのために捧げます。はい、よろしくお願いします。ウルトラ強いやつは誰だ。ウルトラストリートファイター4最強プロゲーマー決定戦 in レグザスタートです。さて、注目の1回戦は佐古選手 vs 板橋残月選手です。いや、綾野さんどうですか。どうでしょうね、まずね、はい、やっぱ使用キャラクター、はい、聞いてみたいと思います。そうですね、それでは佐古、はい、さんの方からご名前をいただければと思います。そうですね、使用キャラクターは殺意流で、はい、勝つ気でやります。はい、よろしくお願いします。ということで、チーム梅原の方からは板橋残月さん、はい、使用キャラや意気込みの方などありましたら、ね、ホークサンダーホーク、はい、あれ、ザンギ、はい、最近ホーク板橋フォークとして板橋フォークとしてちょっとごちゃごちゃになっちゃうから、ね、ちょっと申し訳ないところもあるんですけど、とりあえずフォーク、はい、とりあえずなるほど、はい、それではですね、はい、佐藤さん、板橋残月選手さん、スタンバイの方よろしくお願いします。それでは1回戦佐古殺意流 VS 板橋残月選手スタートです。
信念を持って戦い、そして勝つ。かなり楽しみですよ。この2人の対戦ってなかなか今まで見たことがない。見たことないですよ。はい、まあでも、試合に入ってポイントが重要な試合になってると思うので、そうすれば、次を、もう一つ、しかし、こんなライブで今の結構波動拳に確定させるのが難しいんですけど、見たことないですよ。しっかり見ましたね、コンドルスパイア。おぉ、かなり、ここで一回転決めて、フル拳、フル拳、これ完璧ですもん。波動拳、梅原さんもね、うまいなっていう、後ろにうまいなっていう。シャシャドウ、波動、押していく。さあ、板橋さんに守るコンドルファイヤー、腰振りに行く。今回は結構この強化が目立ってるように見えないですけど、コンドルファイヤーの、コンドルファイヤーの、はい、使いどころ、まあ、研究の仕方が、まあ、今回もう、あの、使ってる気になるかなと思う。うわぁ、これはバックスック読んでいる。さあ、昇竜体育セーバー波動、波動打っていく、空体育波動打って、ダイヤス2発目当てて、リードを貯めて、あちら逃げていく。しかし波動拳、これ殺意の方もやっぱセビキャン今のゲージが溜まってからスタートですが、威力高くなったりするね。おー、 EX のこのスパイア玉抜け、起きてる。どうなる、ここのチラシ、チラシ牽制のチラシが強い。おー、ここでタッチングが隠れてて、コンボ最大コスプルコン。さあ起きてる、どうなる、この巻きコンドルスパイアの隅に入るんですよ、感じが完璧ですね。熱いー、ここで EX 勝ったのは板橋団結選手です。拍手お願いします。いや、お見事でしたね。ということは梅原チーム1ポイント、はい、梅原チーム1ポイント獲得となります。さて、現在1回戦目が終了している梅原チーム、一歩リード、はい、一歩リードということになりました。それでは、先ほどの試合の感想をね、ちょっと聞いてみたいと思います。それでは、板橋さんに先生、佐古さんと戦ってみていかがでしょうか。はい、佐古さんと、あんまり対戦したことなかったんですよ。はい、見たことなかった。佐古さんと実際対峙したときに、佐古さんだって。やっぱりそこなんですよね。そこですね。はい。もう、そこの一言につきますね。はい。ちょっとコンドルスパイアがちょっと夢に出てきそうなでも中盤バーン当てましたね最後。まあ、あれはちょっと頑張って頑張ってあれに反応するの相当難しいですね。まあ、あれは毎回練習してたんで、距離だけちょっとこれで今後頑張ってますね。ありがとうございますということですね、お互いすごい楽しかった。そうですね、いただきましたけど、はい、続いて2回戦はですね、ボンちゃん選手 VS 数の子選手です。ではボンちゃん先生、キャラクターと意気込みなどをいただければと思います。はい、佐賀子です。そうですね、先ほど1試合目がね、負けスタートになって、そこはまあ簡単に勝って、まあ並ぼうかいいですね。それを受けて数の子選手どうでしょうか。自分は2をしたんですけど、はい、いつも結構負けてるんですけど、はい、負けられない感じなんですけど、例えば2ポイントですからね、はい、かなり違いますから、ね、ポイントになるので、うん、頑張っていきたいなって感じました。はい、ありがとうございます。それではボンちゃん選手、カズノコ選手、スタンバイお願いします。では2回戦、1P 側ボンちゃんサガット、 2P 側カズノコユン、スタートです。これは結構ライバル同士的な戦いで、うん、あまり勝率良くないですね。そうですね、ただでも今日は勝つと。さあ、最後にガードして、ここは前方転身、中中2勝が来撃中見てから爆上がってますね。いらっしゃいか、追い払う、セミがこの位置、おお、裏に回って、中中 EX2 勝、中中して、中盤、
潰し、はい、地球のターゲットはい、はい、ここでっかいよりリードが、はい、はい、はい、横浜チームが1ポイント取ってますね、取ってますね、ボンちゃん頑張るところ横浜チームはちょっと厳しくなってきますね。しかもチームリーダーの梅原さん温存してますから、そうですね、ここはだけ石の背中を踏んでいい勝負どちらか、あバカバカハードシールかんぞ、こボンちゃん仕込んでるぞ、ライン撃からのジャンプスリーこっちのまたよー捨ててやるゲージ3本必要なんですけども、過去にも伸びるので、はい、ウリコンならではの本当に8台ゲーで動くので、ここでアパカを打っていく、ジューパンテスさん、いいね、よくでいく、ジューパンテスさん、EX2 がめり込んで、投げる、タツノコのゲージが溜まっているぞ、ジューさん、追い払うボンちゃん、攻めるコストコ、投げグロップ、ジューパンアカデミー。よーっ入って捨ててやるぜ、これどうなる、おいしい、これは後がないですよ、テスさん、もうテスさん今度表ボンちゃんどうする、投げる、勝ったのは勝つのかこれで梅原チーム2ポイントということで、ポイントですね、チーム0ポイント、梅原チーム2ポイントで梅原チームリードとなりました。さて現在2回戦目が終了して梅原チームが 2-0 でリードということですね、先ほどの試合を振り返ってみたいと思います。それでは数の子さんから感想いただければと思います。普段勝てないだったんで、勝ってすごい嬉しかったのと、今2連勝中なんですけど、テレビの仕方テレビ残虐ですね、まあそこ重要ですね、すごいテレビですからねありがとうございます。それではボンちゃん選手、はい、チームメイトに申し訳ないのって気持ちあるんで、リベンジするぜひください。おーこれは2人とも高まってるということですね。3回戦のカードなんですが、孫選手 VS 梅原選手となっております。よろしくお願いします。それでは孫選手から使用キャラクターを意気込みいただければと思います。使用キャラはペイロン、はい、おはい、で意気込みなんですが、はい、まあ前回のバージョンというか、まあ、スーパーの梅原、はい、というと、まあ、竜かどうか分かりませんけど、はい、竜だとしたらかなりやったんで、やりましたね、はい、まあルートラでも出せていいかなと思います。頑張ってください。それでは梅原選手、それを受けてキャラクターと意気込みをいただければと思います。あ、竜を受けて受けて立つとなんか竜っぽいですよね、受けて立つみたいな、なんか、まあ、でもまあ、この人の中でやっぱりフェルの一番いいですね、うん、キャラの相性的にもバッチリだし、そうですね、しかも梅原さんのフェイルの時にも芸術化してますから楽しみにしていただけたと思います。それではお二方スタンバイお願いいたします。3回戦 1P が孫フェイロン、 2P が梅原龍、スタートです。お互いに先ほどもねインタビューでありまして、お互いのことを知り合って尽くしてる尽くしてる尽くしてる、はい、おー、ここでコマンド投げからギリギリピアノですね、波動拳、波動拳、波動拳、中盤中盤レッカー、しかし波動追い返してる、波動拳、波動拳、頭打って乗りませんね、マゴ選手ね、
足、左足、何かグループ、ハローケン、中盤が置いてある。今相当な応援がいいよっていう、いいよいいよ、お父さんのいいよいいよ、ハローケン、よしよし、シャドウ弾を打って、この回り取り、よしシャドウ、ジャグルス、さあお互いにダイヤ差し返して、左スタンディング、レクルで逃げてった、これか、さあ2発目からヒットして、この画面端どう抜けるか、少し中盤いか、画面端が逃がさない孫、一当たってバグせ、なんかグロップ中盤、この地上戦の試合熱い、この合いでしょうね、ですね、すごい戦い、ハローケン悔しい、凄まじい戦い、画面端背負ってるメタル選手がダメージを取ってきますね、投げておきせね、これディレクニング、ここでウルコン、これはスカッテ大勝利、優しいとチームメイトがやります、交流、これで1当てで、これを確定か、どうなる、時間ない、シャシャード、おー、ここでエビクリスさせていく、下がりだ、勝ったのは孫選手です、拍手お願いします、素晴らしい試合でしたね。これでサコチームが1ポイント取り返して、梅原チーム、はい、2-1で梅原チームがまだリードではありますが、サコチーム取り返しました、はい、さて現在3回戦目が終了して、梅原チームが 2-1 でリードしてますということですね。ちょっと感想の方をいただきたいと思います。それではまた孫さんの方から、とりあえず2連敗スタートだったんで、ここで1勝で、で次の話をしたいかなと思ってます、はい、ありがとうございます。それ続いてね、そうだね、スマホを落としてた、普通にスマホじゃなかったそれはちょっと申し訳ないなるほど、ありがとうございますということですね。続いて第4回戦のカードはまたまたボンちゃん VS カズノコ選手です。ボンちゃんこれ完全にリベンジみたいな感じ、最初からです、早かったっすよ、お前さんこんな早くチャンスもらえるの、もうめっちゃやる気出てます、さっきのねインタビュー最初はもう、はい、まあ行くみたいな感じで、はい、今回もちょっと強気な気がします、あ、本当っすか、はい、負けるわけないです負けるわけないです、負けるわけないです、見ててください、わかりました、ありがとうございます。それでは続いて、はい、神田子さん、はい、続いていかがでしょうか、いつも負けるのでまた同じスタート、また同じでも勝っちゃうみたいな、今日頑張って1引きたいなって1も引いてましたね、もう1引いてる2ですね、わかりました、ありがとうございますということで、この2人の対決でスタンバイお願いします。